冷凍、オッケー。はい、やってまいりました、この冷凍チャンネル。このチャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる時短で簡単で美味しい冷凍テクニックを教えております。で、今回はね、何をやるかと言いますと、トマトの冷凍をやりたいと思います。トマトっていうと、まあ、普段いろんな料理使って使い勝手いいと思うんですけど、まあ、いろんな冷凍の仕方があるんですね。私もいろんな料理、冷凍レシピ作ってはいるんですけども、まあ、その中でもおすすめな冷凍トマトおろしですね、これをねご紹介したいと思います。まあ、トマトなんですけども、まあ、本当ダイスカットにして、で薄く平らに冷凍してストックしておくっていうのもおすすめなんですね。そうすると凍ったままパキッとって、まあ、好きな分だけ使えるっていう使い方もできます。で、今回はですね、丸ごと冷凍っていうのをやりたいと思います。で、実際やり方としては、トマト洗った後水気をしっかり取ってもらって、まあ、ヘタの部分ですね、でここの部分だけ取ってほしいですね。まあ、ペティナイフとか使って、まあ、こうやってグサッといかないように、まあ、この辺で持って、でこのここですね、ヘタの部分をちょっとくり抜いてほしいですね。はい、まあ、こんな感じですね。で、もうこれで冷凍しちゃうってことですね。すごく簡単ですね。まあ、この後ね、ちょっとラップを一応します。この丸ごと冷凍のいいメリットをお伝えすると、まあ、丸ごと冷凍することでラップの代わりになるっていうことですね。冷凍庫の中って空気が乾燥してるので、まあ、乾燥とか酸化起きやすいんですけど、まあ、この皮を残して冷凍しておくってことで、この皮がバリアの役割を担ってくれということですね。で、しかも切る手間がないっていうところがすごく楽ですね。まあ、ヘタの部分もめんどくさかったらもう取らずに、緑のとこだけ取っても OK ですね。使うときに全部丸ごと使えるっていうメリットがあるんで、まあ、ここだけくり抜いてもらうと、まあ、あとはすごく楽っていう感じですね。で、実際ラップしますね。まあ、こうやってしっかりと、まあ、ラップがちゃんと密着するようにやってください。で、もう一個ちゃんとラップが表面を密着するように、まあ、やってください。で、これでもう保存袋に入れますね。まあ、ちょっとトマト形があるので空気しっかり追い出すことはできないんですけど、まあ、それでもね、可能な限りは抜いてほしいんですね。まあ、この口の部分開けてもらって、で、これで中の空気をギュッと、まあ、追い出します。で、この状態で冷凍すればもうそれで OK ですね。ということで、まあ、トマト凍らせました。まあ、もうこういう感じですね。もうガチガチ凍ってますほんと硬いんで狂気かなっていうぐらいこれでなくなったら多分もう致命傷を受けると思うんですけど。で、まあ、丸ごと冷凍のおかげで皮があるんで、やっぱ中が守られてますし、まあ、何より簡単手軽っていうところの魅力があるかなと思いますね。実を言うと、さっき冷凍した時はやんなかったんですけど、これ実は茶巾包みっていう包み方なんですね。で、ラップをまた手繰り寄せて、で最後縛るんですね。で、そうするとギューッと縛られるんで、まあ、より密着度が高まるっていう、まあ、やり方ですね。で、これは今回そのやり方してますね。まあ、ちょっとこれハサミで、まあ、切ってもらって、中身ですね見ると、まあ、こういう感じですね。まあ、すごく綺麗ですね、色が。やっぱり丸ごと冷凍トマト、まあ、使い方はいろいろあるんですけど、例えば一つはカレーを煮込むときに、この凍ったまま丸ごと全部入れちゃって OK ですね。カレーもその野菜を炒めて、野菜とお肉炒めて、でその後水を入れて煮込みますよね。で、その水で煮込むっていうタイミングでこれを丸ごと入れてもらうといいですね。で、トマトってやっぱりこう旨味のベースになるので、本当に、ね、味のベースがすごく上がるんで、ちょっとやっぱこだわったいいカレーに変身できるんですね。だ、そういったカレーとか、まあ、シチューとか、まあ、煮込み料理にそのまま使うっていう言い方もおすすめですね。で、あと、まあ、ちょっとテクニックありまして、ここに今水があります。で、ここにこのトマトですね、まあ、このままつけると実は皮がむけるんですね。こうやってずるっとトマトの湯むきって結構ね、難しいというか手間がかかったりもするんですけど、まあ、冷凍しておくとこうやって簡単に皮がむけるんですね。で、これも冷凍のメリットですね。トマトの皮取って料理すると、まあ、口当たりも良くて美味しいので、こうやって一手間かけるといいと思いますね。
でまあこれ全体が凍ってるんですけど皮の部分が変化がしにくいんですね、まあ、ですので水をかけた時に皮と身の間に隙間が生まれるんですね、まあ、ちょっともう一回やってみましょうか。こうやって水につけてる時に皮と身の間に隙間が生まれるんですね。でそこに水が入っていくことでこうやってつるっと剥けるということですね。気持ちいいこれは気持ちいいんでね、ぜひみんなやってほしいですね。まあ冷凍トマトなんですけども、まあ、凍った状態、凍ったままでおろし器、まあ、大根おろしをおろすおろし器ですね。でゴリゴリとおろしていきます。こんな感じですね。まあ、トマトが凍った状態ですることで本当に細かく粉末状になるんですね。でそれが舌の上に乗っかるときに結構ね旨味を感じやすくなるんでよりトマトの美味しさそのものを感じることができますね。でこのまま食べても美味しいんですけども、オリーブオイルを少しかけて、まあ、塩を少しかけます。まあちょっと混ぜますね。でまあちょっと仕上げにバジル乗っけてあげるとこれで完成です。で結構ねこれ本当にトマトの旨味しっかり感じまして、しかもオリーブオイルと塩が入ることで結構ねおしゃれな一品になりますね。まあイタリアンとかフレンチとかで出てくるようななんか お口直しの、まあ、トマトシャーベットっていう感じですね。で結構ね肉料理の前とかにこういったものを出してもいいと思いますし、暑い時に冷たいかき氷のようにトマトを食べてもこれ美味しいですね。ということで、ね、出来上がりました冷凍トマトの、まあ、シャーベットですね。では食べてみたいと思います。いただきます。冷たいいやでもうまいですね。めちゃくちゃうまいと思いますよこれ。いやこれはね本当おすすめなレシピでして、トマトのうまみがすごいくるって感じですね。ただのトマトのペーストを飲んでるというか食べてるよりも結構ね舌に残りやすいのでよりうまみっていうのを感じるのかなって思いますね。トマト凍らしといて、まあ、オリーブオイルと塩だけで完成するんですよね。だから結構ねおしゃれな料理が本当に誰でも簡単にできるっていうところがおすすめですね。これは本当にまあこうやってシャーベットとして食べても本当に美味しいですし、あとはそうめんとかなんかそういった冷たい料理に添えても結構いい感じになりますね。こういう感じで冷たくてシャーベット状で舌の上に残るようなトマトの楽しみ方、なんかトマトの美味しさをより楽しむための方法と言ってもいいですね。でこのレシピはね本当に人気で、まあ夏の時期とかにも本当にいいですし、いろんな料理を食べていく中の本当に一品として際立ったもの、美味しいものという感じでできると思いますね。ということでね、まあ、トマトの丸ごと冷凍ですねを使ったシャーベット、トマトシャーベットを作りました。いかがでしたでしょうか。トマトは、まあ、その他にもさっき言ったように丸ごと冷凍したやつを、まあ、カレーに入れてもいいしシチューに入れてもいいし、まあ、それで使い方もできますし、まあ、ダイスカットにしてでそれを薄く対面して冷凍するっていうやり方もあります。だからトマトって本当にいろんな料理に使えるので、そこに冷凍っていう要素が加わると、まあ、さらに料理の幅、可能性が広がるんですよね。それはね、ぜひ皆さんに知ってほしいなというふうには思います。この冷凍チャンネルでは、こういった家庭でできる、面白くて楽しくなるような冷凍レシピをご紹介しております。おすすめの冷凍食品なんかも紹介してますので、ぜひ見ていただければと思います。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍、オッケー。